さあ今夜も始まりましたナックでロック、お相手はいつものスターダストレビュー根本金本久保田由美です。そして先週に引き続きましてスターダストレビューのメンバー全員登場ということで、はい、自己紹介。はい、ベースの柿沼です。よろしく。ドラムの寺田です。パーカッションの坊林です。よろしく。はい、ということで先週と今週に渡ってですね、先月6月の4日埼玉のスーパーアリーナ、そして6月の11日、大阪の大阪城ホールで行われましたスターダストレビューの108曲ボンドライブ、こちらをですね特集させていただいております。先週からですね本当にたくさんのメッセージをいただきまして、すごいですよね。もうね、あの、が熱い、ね、全てに目を通させていただいて、はい、その中でもぜひこれはね皆さんに聞いていただきたい、そしてこれはお答えしたいというのでね、今日ピックアップして、お届けしたいと思いますけど、もう1ヶ月経ってしまったわけでございます。はいはい、で、うん、まあ、僕らね、40周年、のまずは、年中模索というアルバムを持って102公演全部で回って、そして、その後に、このボンドライブで一応40周年を締めくくったんですけど、うん、まあ今はね僕らにとっては珍しいお休みですね。そうだね。この時期皆さん どうなさってんですか。どうですか。毎日ボックス踏んで頑張ってます。何え、ボックス、ボックスってあのボックスですか。あの足のボックスステップでもそれこれネタですからね。毎日踏んでるわけじゃないですから。え、それは、まあ、はい、頑張ってますよ。ダイエットかなんか、はい、まあ、あと足鍛えたり。いやでもね、あのこの時期、いや本当自転車乗ろうと思いまして、あの暑いよこれ。そうなんです。暑いからもう家でボックス。あっという間に戻ってきちゃうんですね、暑すぎて。これいらんない。危険でしょやっぱり、ね。そうなんですよ。そうだから家に帰って、うん、あのクーラーの部屋で閉じこもってるところが結構多いからね。あとはここのとこずっと忙しかったんで、まあ取りだめてたものがね異常にあるんですよ。それはねテレビの映像とか。テレビもそうだし映画もそうだし。ドラマ。そうですね。を見てるんですね。ドラマもね取りだめていくと一本見ちゃうとずっと見たくなっちゃうんですね。無駄して止まらないですよね。もうダメだ、だらくしたね生活ですね。だから僕まあ、まあ、オフはオフだ、ね、そうですよ、まあ、いいと思います。寺さんは何ですか。あのね新しいドラムセットを作ろうと思って、うん、そうなの、今ヤマドラムセットを作る、作ってもらうっていうのかな、うん、ヤマハの方にあの新たなセットを、うん、ついに、うん、発注して、うん、あのスティーブガットモデル来た、これをね次のツアーから使えるようにしたいということで、うん、今それの打ち合わせとかでいろいろ動いてました。はい、であとね、うん、川崎のライブがあったじゃないですか、うちのやったやつ、はい、それはワウワウで、うん、それを見るためにワウワウに加入して。あのね結構うちのファンの人たちもそういう方多かったみたいで、うん、あのワウワウも、はい、5月に向けてのほらあれってアンケートが出るらしいんですよ、うん、何を見るために加入しましたか、はい、そのスタリビーズが非常に高かったんだって。あ、そうだから、そのワウワウの方もとても喜んでくださいました。ボーグンちゃんもだって、はい、一番初期も初期最初から僕は入ってますから、ね、そうですね。でもあのワウワウの雑誌でいろんなインタビューあるんだけど、はい、来たことねえんだよ。こんなにやってんのに、こんなに加入してんのに。そう雑誌ありますね。これ今度金目さんが出ることじゃ期待してますね。え、うん、なんか俺にワウワウ語らせてくれよ。語りますね。寺さん入りましたか。入りました。で結構いろんなライブやってるから、やってるやってる、ライブ三昧です、ね、うん、あの僕はね、はい、ワウワウの5月5日のライブ、この間再放送ありましたけど、はい、あれ見て思ったんだけど、はい、いやもうあの時は本当に俺痛かったから、はい、もうね、うん、びっくりしたんだけど、一応再放送見ようと思って見たんだけど、はい、何に自分がびっくりしたかって、うん、映像を見てると痛みが蘇ってくんだよ。それはつらいね。あの顔見た瞬間に、そ、ね、あそうそう、あそこになかったんだよな。それはつらいわ。すごいね、映像を見た瞬間に、ああこれこれっていうね、ここで痛かったと思う、うわぐらいのことを感じましたよ。びっくりしました。坊さん何やってますか。ここは今肩のリハビリを延々とやりつつ、であとはやっぱりもう3キロほど落としました。おー、やっぱちょっとこの時期やっとかないと。あ、なんか歩いたり、まあ、歩いたり、あのうちランニングマシンもあるんで、おー、うん、うちの中で家の中にジムがある、はい、あるんです。ボックス踏んでるからね。ボックスはどこでも踏みますからね。柿沼もなんか持ってたじゃん、なんとかランナーみたいなやつ持ってましたよ。走るね、ルームランナー、あのちゃんとベルトが電動で動くやつ、うん、それ邪魔で出しちゃいましたね。やっぱあれ大きいから。坊さんって大きいのあるんですか。じゃあしっかり、あります。エアロバイクとあのランニングマシンと両方コロナ禍で買いました。はい、僕はもうあれですよ、はい、夕方ぐらいか、まあ腰がとにかく
歩いて体力をつけようと思って、だいぶ戻ってきましたよ、うん、あのね、そうだね、薬が効いてるのか分かんないけど、はい、今はもう日常は全然大丈夫。ただ左足でこうつま先立ちしようとか、そういう時にはまだうまく力が入んなかったりとか、歩いててスコってこう、力が抜ける感じがない瞬間とかは、でも歩いたりするのはいいんですね、うん、今はもう今はね、だから体力をなるべくつけてくれっていうこと、ね、で先生も、うん、あの痛くなかったら薬も多少は減らしてもいいですよって言ってるくらい、まあだいぶね、あの僕もいい感じになってますんで、ね、うん、ご心配かけてすいません。ただ10月からのツアーはもう完璧に行きますから、まあ10月からのツアーはね、まだ全然何も決まってないですけど後半にちょこっとね、構想ぐらいはお話して、あ、そうなんですね、なと思いますけど、さてこんな感じでね、先月になりますけど6月4日、6月11日スタートセブンボンドライブ、この感想たくさんいただいておりますので、はい、先週今週ね、2週にわたってお届けする、まあ、最終回になりますけど、はい、楽しんでいただきたいと思います。じゃあ1曲目のリクエストは鍵間さん、あ、いいんですか、はい、どうぞ、うん、じゃあ未来は今に、たくさんの時重ねてきたのに、導かれるように心が動き出す。記憶のどこか遠い昔に繋がってるような、君の微笑み、何気ない仕草、自然と広がって不思議だよ。前からずっと一緒にいるみたい。おお、未来は今に、今は未来に、永遠に続く愛の物語。僕は君のため、君ナックでロック、先週に続いてスタレディメンバーの皆さん全員とお届けしております、はい、柿沼さんのリクエストで、はい、柿沼さんが演奏しててとても気持ちよかった。気持ちよいんですねこの曲、ベースがかっこいいとかっこいいんですよこうノリノリで弾ける。でもね、本番ちょっと間違えちゃって、言わなかったらよかった、本番ちょっとだけで分かんないと思うんですけどねスタレディ、はい、未来は今にでした、はい、さあ今週もたくさんのメッセージいただいてるということで、じゃあ今週は坊さんから紹介していきますか、はい、猫配信さん、はい、配信ページにはチャットスペースが設けられていたのですが、配信で見てください、はい、そこに集まる言葉の優しくて、温かくて優しいこと、配信終了のその瞬間まで愛にあふれまくっていました。消えていくこと、映像にみんなすがっておりました。そして、大阪煩悩最後に予告された次回ツアーでの再会を約束し合い、チャットも閉じられました。無機質な画面にはなんだかぬくもりが残っていました。なぜスタレビはこんなにも素敵なコミュニティを作れるのですか。魔法すぎる。ありがたいっていうかね、うちのお客さんたちって僕らの気持ちをとてもこう組んでくれるっていうか、なんだろうね、その音楽は個人的な楽しみだけど、その楽しみを共有してる楽しみ方も知ってるっていうかね、それがすげえなと思う。自分だけ楽しきゃいいとかじゃなくて、それをスタレビ好きって言って、なんかそこでお互いのこう思いを共有しようというかね、まあきっと中には、私はそうじゃないっていう人もきっといると思うんだけど、ありがたいなっていうか、このチャットとかがね、いつも僕も見せてもらったりすることなんだけど、あったかいのがね、ありがたいね、この昔からというか、僕らプロになった時に言われた言葉でね、ファンの方は選べないんだと、俺たちはね
誰が来るか分からない。でもそのファンの人たちがそういう優しさを持ってスターダストレビューってバンドについてきてくれるならば、こんな幸せなことはねえな。うん、ある時ね、ファンの方から教えてもらったんだけど、はい、金さん、あの YouTube にある木蓮の涙のコメント欄を読んだことありますかと、うん、もう私はあれを見ながら号泣しました。で、俺なんだろうと思って見たんだわ、うん、したらね、もちろん俺の歌を褒めてくれる人はたくさんいるよ、うん、でもそこにいる人たちが自分の人生になぞって、こうなんだろうね、歌とともにこう、うん、自分をみんな語るわけよ、うん、もう俺はこんな悲しいことがあったと、でもそれをこの歌が拭ってくれてるとかね、これね、あ、こんなにいいことばっかり書いてあるコメント欄、他あんまり読んだことないけど、うん、すげえなと思って、うん、いつまで行ってもコメント欄多いから結局読み切れないんだけど、なんかそういう思いでスタートするみたいな音楽を聴いてくれるっていうのはすげえありがてえなって思うよね、うん、今回あのサントリーさんがね、うん、ついてらっしゃって、うん、あのその中に人生には飲食店がいる、うん、人生にはスタレビがいる、うん、なんかもうすごいいい言葉じゃないですか。かっこよかったよね。もうちょっと鳥肌が立ちました。でもそれはその通りだなと思って今聞いてて、うん、それだよね、うん、そう、僕はたまたまその1年ぐらい前に、社長さんと一緒に、あとまあ僕ら仲間がいるんだけど、たまたま社長さんがスタレビ好きだって言うから一緒に飲みましょうよって言って飲んで、本当にいい方で、うん、あのね、もう俺たちがやろうとしてること私たちと同じなんですって言ってくれたの。スタレビさんがこうやってお客さんに対しての思いって僕らが飲料で届けようとしてる思いと一緒なんですって言って、すごい熱いメッセージいただいたので、ぜひあの大きなイベントがある時には手伝わせてくれたらって言われて、今回も本当にそういうオファーを受けてね、ありがたい。普通はね、こんなことラジオで言うことじゃないかもしれないけど、僕らいつもあの大塚食品さんにお世話になってて、まあクリスタルガーザーとか普通はこうやって飲料水同士が競合するようなのってまずつかないんですよ、うん、と思います。これもね、いや俺不思議に思ってたんですよ、そういうことだったんですね。ね、実際に僕はあの大阪のステージでも言ったけど、例えば大阪のライブも普通はイベンターっていうね、この僕らのコンサートあのちゃんと仕切ってくれるとこあるけど、うん、大阪に関しては3つ4つあるんで他にないんだから、うん、聞いたことないですよって、うん、この間も話になりましたけど、そう、ね、そう、ありがとうございます、ね、放送局も連携連帯して僕らのコンサートをバックアップしてくれる、うん、いやスタレビは愛されてるなってことね、うん、本当に、まあ、これがこれ以上になるとみんなが逆に取り合いになるんだけどね、うん、僕らもお願いしたらお願いしたらじゃあいいですよ、スタレビぐらい、うん、これでかくなるとそうです、ね、もう引く玉田になるとしょうがないんだ、オタクいらないオタクいらないみたいな感じになるけどうちはもうお願いしますお願いしますから皆さんお家はいいですよって言ってくれたら、はあ、まあ、そういうちょうど良さもあるかもしれないね。テル、ね、うん、さん行きますか。はい、ラジオネームアコさん、はい、はい、家に帰り配信アーカイブ視聴、何度見ても柿沼さん、はい、B 型を愛してくださいを力強く張り切って歌っていたのは印象的です。ありがとう。なぜどうしてあんなに思いっきり何かを振り切るように歌っていたのでしょうか。見ているこっちもすごく楽しくて盛り上がりました。もしよろしければあの時の心境を聞いてみたいです。俺も思った。これはなんだか、なんだか柿沼が弾けてるっていうかね、あのね、じゃあ、これ先週も柿沼が言ってたけど、その緊張感はあるわけじゃん、うんうん、でやっぱり通常のホールに比べたら、うん、アリーナっていう離れしてないところで、はい、ちょっと萎縮するとこがあるんだけど、うん、柿沼はそのホール以上のことをそのアリーナでやれたっていうのはなかなかできねえなあって。嬉しいですね、うん、ありがとうございます。それ何かあったの？あのね、実は前の日のリハで、うん、ね、リーダー要にさ、花道あるんだから、うん、お前全部ちゃんと使って、うん、歌えよって言われて、うん、そうか花道使うんだってね、そこで初めて知ったわけですよ。でじゃあ花道使ってっていうんで、その前の日のリハでやった時に、うん、いいんじゃないこれって自分の中でスイッチが入ったとか前の日に、うん、やっと気持ちいいでしょうね。気持ちいい気持ちいい。で、あとこんなにでお客さんの前まで上市も行けるって、うん、ああこんな感じで歌えるんだっていう感じが、うん、前の日にスイッチ入って、うん、もう本番そのままできましたね。しかも、うん、ベース弾いてないじゃないですか、うん、で結構そのベース弾いてない緊張感がないんですよ、歌に集中できるっていうか。でそこで動いてなんか歌えたのがね、気持ちよかったんですね。これはやっぱりね、うん、
とりあえずあのデベソっていうね、はい、真ん中に、うんうん、はこれ寺田に取っとくと。寺田があそこ行ったら面白いなと。ただ両脇は自由に行かないと、うん、せっかくお客さんいるんだからっていう時に、うん、ボートかきまにそれは言ったわけ、うん、はいはいね、うん、で片や棒はあちこち歩き回って歌詞間違えた片やかきまはかきまはそんな吹っ切れてなんとかサクサーとかなんなんだこの差はみたいな後ろで、まあ、ある意味寺田は予想通りていうか寺田はこうやってって言ったら、はい、全部やってくれるからやってくれる、うんうん、でもこの二人のなんかテンションのなんか何持ってき方なんだみたいな多分なんかアドレナリンが出るんでしょうね。あの場って多分今までにない自分が、ちょっと待ってください、坊さんは出なかったって出なかったんですね。出なかったんです、出なかった。だから俺たま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 出たんですね。たまたま出たの。たまたまそうそう、あのね、あのでもだから歌詞とかも全く考えないで歌いましたね。当日だ、次なんだとか思うと やっぱり間違えるんで、もう勢いでいっちゃえっていう感じで出てたらなんかうまくいっちゃいましたね、うん、そういうことですね。あのね、だから本当に歌詞うんぬんって考えた瞬間にそうそうそう、あの違うスイッチが入っちゃうんですよ。そうそう、2番なんだけど、それを考えないで済むぐらいの、うん、あの気持ちになるっていうのは大事なことだからね。いや、うん、そう思させていただきました、はい、うん、気持ちよかったです。坊さんはアドレナリンは出なかった、出なかったんだね。え、出てはいましたよ。出てはいましたよ。出てましたよ。映像でどんな表情してるかわかるね、今度見たらね。まあ、そうだ、副音声ね、うん、そうなんです、これね、おそらくね、まあちょっと時間かかると思うんですけど、うん、これさ、今まで制限してきましたよ、100曲ライブがちゃんと、はいはい、うん、作りましたからね、うんうん、もちろん製品化するつもりでいますけども、うん、僕らスターダストレビューは必ず副音声入ってるんですけど、この副音声をどうするかっていうのはね、うん、ちょっと考えなきゃいけないと。いけない、だってまさかスタジオ入って、うん、日本分で14時間スタジオ代どれだけかかるんだっていうね、副音声にこれをねまだちょっと懸案ですよ、それをやってで皆さんがどこまで喜んでくれるか、もちろんさ、いや、ないよりはあった方がいいっていうかもしれないけど、そのためにないよりがあった方がいいって程度で、うん、やっぱり2日間かけるわけいかないんですよ、これお金もかかるしね。これ大事ですから、うん、そうはね、うん、例えばこれがね100万枚売れちゃうんだったら俺たちもいくらでもいるよ、はいはい、限られた人にしか届かないんですよ。限られたっていうそのことが、まあちょっとまだ予算の関係もあるんで、まだ、ね、うん、あの一応どういう形で出すか、うん、ただまあね40周年の集大成として、うん、これでもかっていうようなボックスにしてね、ちゃんとまたいつもとは違うやり方が必要かもしれない。だって、うん、DVD にしたらまたあのたくさんなるわけでしょ。だって100曲ライブ、何枚ですかね、100曲ライブ何枚だっけな、5枚かな、5枚か、確か5枚か、うん、ね、5枚、あのブルーレイだったらおそらく2枚で収まると思うんだよ、うん、だから今回、うん、今ねスターダストレビューは半々ぐらいなんだって、はい、ちょっとブルーレイが多いくらいかな、うん、販売率としてはね、うん、そうですか、だからまあご予算でいくと、うん、ブルーレイ、うん、限定にする、限定っていうのもあるんだけど、うん、車の中で楽しみたい人もいるんだって。あ、そっそ DVD か、うん、ね、っていうのから、まあ僕らもちょっとこれね、あのリサーチもしなきゃいけないし、うん、あの一応ね、これも商品としてね、うん、ちゃんと価値のあるものを皆さんにお届けしたいと思いますので、うん、こちらの情報はね、うん、もうちょっと待っていただかなきゃいけないかなと思います、はい、あ、この流れでちょっと一番紹介してみるんですかね、はい、ラジオネーム真帆さんですね、はい、さてメンバーの皆さんに、まあ、に質問ですが、今回の煩悩ライブは映像化されるのでしょうか。まあ今言いましたよ、うん、副音声も含めて全編、が映像化されることをとても楽しみにしています、うん、その後、またあのシーンはカットしてほしい、いや、あのシーンはぜひ映像化してほしいなどあれば、聞いてみたいですというメールなんですけど、うん、これはね、俺はあのカットしてほしいのは俺の表情かな。B 型の時の表情は、あ、 B 型はもうバンバン映してください僕はね結構真剣にこうなんかやってるところがね、たまに映るのが自分の顔がすごい嫌なんですね。で、あのシーンはぜひ映像化してほしいっていうのは、あのここがメンバーが歌う前にあの TikTok みたいで、はい、あの映像作ったじゃないですか、はい、うん、あれはぜひ映像化してほしいですね。そこは削れないでしょう、ね、削れない、あ、よかったよかった、はい、なんか他にありますかね、かカットしてほしいとことか、ここは残してほしい、まあうちの場合はね、うん、フルでいつも入れるわけですけど、はい、その今回の
埼玉のスーパーアリーナでね、あのいくつかメールもらってたんで、これどなたのっていうのもないんだけども、はい、愛の歌でね、はい、皆さんがこう、まあ、スマホのライトを振ってくれたわけですよ、自発的にね。本当はね、会場ってああいうの禁止なのに、うん、あれが自然と始まって、うん、スタッフまでこうやって作ってたってね、売ってた、売ってたんですよ、本当に。あれが、あのあれコンサート会場だったらできなかったわけですよ。なぜならば後ろ見えないんだから、うん、あのアリーナって向こう側の客席が見えるから、だから盛り上がるっていうのもあるんだね、うんうん、で一体誰が始めたんだろう、うん、その映像を見るとどの辺が最初についたっていうのが真剣ですか。あるあのいただいたメールにも、はいはい、なんとなくいいかなと思って始めたっていう人のメールもあったんですよ、うん、言ったんですけど、うん、あ対面にいた人が2、3の光を見て、うん、やっていいのかなって言うと恐る恐るつけたとかっていう方もいらっしゃったしね、うんうんはい、あのつき方が感動的だね。これ一枚読んでいいですか、うんはい、寺田さんに質問です、はい、埼玉スーパーアリーナの配信を見て気づいたんですが、はい、愛の歌で会場が光に包まれている時、寺田さんは目をギュッとつぶられていましたよね。会場を見ると泣けてきそうでしたか。結構来てましたね。結構来ますよね、これはもう、はい、うんもう涙をこらえながらまあ歌じゃなくてね、僕はあの人にそんなバレないで済んだっていうか、ギュッとすれば、ね、そう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 。なかなかね、こうコンサートで泣く、僕はあの小田和正さんには泣かされました、うん、なんかあの本当によくこの曲を一緒に作ってくれたなっていうね、音楽に対する感動で泣くことがあったけど、ね、あのお客さんの、うん、なんだろうね、感情で泣かされるっていうのはなかなかないね。なかなかないね、自分でもあこういう演出をしてくれたんだって。それこそ今までも例えば誕生日に、スターダストレビューの誕生日にみんなでこういうことしようみたいなのが あらかじめ配られてたこともあったりしたのね。まあなんとなくそれは僕も予想できることだし、まあ正直言ってなくてもいいもんだ、そんな、うん、なんか一生懸命やってくれなくても。でも音楽に合わせてああいう自然発生的に何かがね、うん、歌えないからとかっていうのは、うん、余計こう人をね、うん、感動させて、うん、すごいですよね、うん、あだから僕らもあの余韻がずっと続いてたと思う、うん、終わってね本当に添えたらしばらくあれだよ、あの矢吹状状態自分の、 あの楽屋の鏡を背中にしてこっち向いたままボーッとしてとか、なんかねボーッとっていうのはね、目に力があるな、ぐーっと何かをこう見据えるように、どうしたんだろうそれだって思ったら、もうなんかそう噛み締めてたらしいね、じーっと、あそれもわかるなと思ったしね、言葉にならない、なんかね、うん、感情みたいな、いやびっくりしましたよね、うん、はい、じゃあ曲いきますか。じゃあ寺さん曲いきますか。じゃあね、久しぶりにやって、うん、やっぱりいい曲だなと思ってですね、うん、海月を、はい、じゃあ還暦少年のアルバムの中から海月。空を
ナックでロック、寺田さんからリクエストいただいたこちらはアルバム還暦少年の中から海月でした。はい、こちらヒイラギさんという方からいただいたんですけども、はい、以前金村さんが DVD の副音声で曲をカットして短くしたりギターソロや感想が聞けなくて、それは聴いてる人たちにとって残念なことだろうみたいなことを話したという意味があったり、今回は全て一曲丸々、やってくれたのが嬉しかったって書いてあったんだけど、これね実はね、メドレーにしないととんでもないことになるなと最初は思ってたの、あの時間的にね、でまあ50何曲出したわけだけど、もうね正直メドレーを考える余裕がなかった。確かに時間がね、自分で時間もない、で、曲を割り出してみたら、これぐらいの時間ですと、で時間配分で金村さん3分だったら、とにかく俺は6時間半というのを目安にしてたので、6時間はみんな我慢してくれるだろうと、でも6時間でもあるはずがねえから、あと30分で休憩入れてこの6時間半で、スタッフがその曲を全部計算して、そうすると休憩時間を抜くと1曲あたり、1、2分しか取れませんよって話だった、あそうか、それだったら3分でちょっとオーバーするけど3分に限れば6時間半で収まるなっていう話をやったの、でメドレーの話はもう自分の頭の中からなくなったけど、要は俺がもしいやこんなにもっと喋りたいんだよって言ったら曲をメドレーにしたろうねきっとね俺喋りたいことがそんななかったんだよというか、もう50何曲やるということで、コンサートに行った方がお客さんもスムーズに行くだろうと、飽きることなくね、音楽さえやってればだから、まあ結果5分ぐらい喋っちゃったとこもあるけど、あの煩悩のね、あの鐘の音で鐘がカラスも鳴くし、カラスそうあのスーパーアリーナの時も実はね、あのゴーンって言ってカーカーっていうの入ってたんだけど、ちょっと、ね、音量ちっちゃかったんだよ、でスタッフが聞いてあれ聞こえねえなっていうので、大阪城の時にはそれは綺麗にね聞こえたりとか、でもうそんな細かいことまで皆さん工夫してるんですねってメールも随分来たけど、カラスの鳴き声で褒められてもねみたいな感じが分かるんだあったよね、でもあの3分で本当はね、あの小坊主が出てきてあの鐘をカーンって叩くっていうのを考えてたんだよ、だけど小坊主だって子供使うわけじゃんか、でしかもそんなアリーナとか行って普通にタカタカタカって言ってカーンって鳴らして頭下げてくるって、そりゃ簡単そうだけど普通の子供にはできないだろうってどえらい緊張しますよやっぱりそこに、で、はい、あのうちのスタッフにしんちゃんってちっちゃいやついるんだよしんちゃんに頼むのどうかなっていうのもこうやって、ね、それもしんちゃん仕事してるしな、そうです仕事です、で結局じゃあ、あのあそうだ俺そういえば双眼寺で、双眼寺で画像の双眼寺であの映像を撮ったんだけど、ガーンってついたあれでいいんじゃねえかなみたいのでねなったんだけど、これあのね、加須市にあります、双眼寺、ね、はい、まあ、僕の同級生山口君が住職やってるので、ね、そこでみんな行ってね、撮ってきましたけども、一応ね修行のシーンを撮ろうって、ね、俺ね、もうあそこの寺のシーン見ると、これまた痛みが蘇ってくる、痛みが痛かったんだ、あの時も、ま、どうでしたか皆さん撮影は、意外とすんなり行きましたよね、行きましたね、ただ残念なのが雑巾掛けがイメージと違ったんですよね、本当はこう、ね、縦にガーッて、そう縦にガーッて行きたかったんだけど、板が横向きで、縦に行くわけにいかないなっていう、そこら辺がちょっとねこれね、監督とね揉めたんだけど、じゃこれダーッとみんな行きましょうよって、田中君ってね、うちのいつも映像をやってくれる人だけど、田中君横に痛みがあるのにそれを縦に拭いていくのはそれはありえないよ、そんな修行してる人いないから、そうですか残念ですね、だからこう横に拭く症状、そうそうそう、同じと拭いてる、同じとこばっかり拭いてる、昭和の人間なんですね、こう縦にパッていけないっていうね、ダメでしょそれは、このね田中君のね、ディレクションは素晴らしいですよ、僕らの数々の映像作品に関わってくれてる人ですけど、とにかくカメラ割りとかね、よくスイッチャーって言いますけど、一応ディレクターの指示で次で誰映してくださいっていうのを本当に
えばさ、これ誰が弾いてるんだろうとか、ソロ弾いてる人にカメラ行ってほしいわけじゃんか。それを指示できない人って意外と多いんですよ、うんうん、あの音楽的な感性がないとできないからね、うん、田中君は見事ですよ、いつもらしい、うんうん、それがね、いくつも編集して出来上がっただったらこれ分かりますよ、ライブ配信ですよ、うん、その一発、しかも何が起こるか分からない中で、あいつ、まあ、ある程度の流れで次はキーボードソロ、次はギターソロっていう追い方がね、うん、ちゃんとできてるっていうのは、うん、もう長い付き合いですよね。長いです、すごい素晴らしいですね。パーカッションね、ベルを鳴らす瞬間に抜いてくれるんですよ。これを抜いてくれるんだっていうのばっかりですからね。それは素晴らしいですね。だからまあ彼がずっとねカメラの脇にいて、うん、いろいろやってくれるんで、うん、そんなに大変なこともなかったけど、うん、俺はでもね、うん、あの衣装が、うん、あれ本物なんですよ。そうでしたね、あの、うん、お嬢さんの、うん、で山口があの、うん、山口が映像の何だっけ、お嬢さんゴマ、ゴマの映像が、ゴマですね、初めて見た、あのそこから入るけど、あいつが着てるやつはものすごい高尚なやつらしい、はいはい、で、うん、俺もそれ着たいって言ったら、うん、お前はダメだってもう一つランク下げる格があるんだね、お前衣装に、お前にこれを着させるわけいかない、なるほど、ど素人にわかりました、さすが同級生は言いますね。でちゃんと着付けの方もあそうそう来ていただいて、着付けがあるんですか、だから俺ら3枚を着るんで、3枚の着方も教えていただいてね、うん、そうこれちゃんと足元縛ってからやらないと、これが正式なんです、すごい勉強になって、結構きつい、うん、着てて、いやいや楽だよね、すごい寒いはいいですよ、すごいいいですよ、うん、ヤギにいいなと思って、うん、ヤギに欲しいな、ね、よくあの寒い着てる人もいる、うん、ね、いるよね、普段着でね、涼しくて、うん、あのリーダーのその着てたのは正式なそのお坊さんの衣装で、でゴマ焚きだから火の粉が飛んでくる、うん、そう、それで穴開いちゃう、うんうんうん、そう、その、うん、穴が開くっていうことは神が降りてきて、要はあのゴマっていうのは火の神だから、その神がこうなんて宿ったことになるんだって、これは大切なものですよって、穴開いてもそれはいいんですっていう、って思いましたけどね穴開いちゃってますけど、ゴマのシーンって本当にオープニングのちょっとしかなかったんでね、うんうんうん、あれをだからこのボンドライブの完全版の方にはいろんな映像集、うん、さっき言った柿沼のあるいは寺田の坊のこのスマホのね TikTok 動画もそうだし、うん、そういうなんか特別映像みたいなものは特典映像としてね見れようとは思ってるんですけど、ロングバージョン、うん、よかった俺もねやっぱりあのおっさん展のね映像とかもいっぱい撮ってあるんですよね、うん、はいはい、ね、おっさん展もすごく評判良かったなと思うのは、うんうん、ね、皆さんがこうちゃんと一列に並んで、うん、こうどうぞどうぞみたいな、うん、こう配分があった、まあ、うん、それなりに人は多かったみたいですけどね、うんうん、混乱もなくっていうのはありがたかったですよね、うんうん、さてと、じゃあ次は誰メールいきますか、セットリストの話しました、あ、そうだ、セットリストね、ラジオネーム千春さん、ラジオネーム目白ちゃん、曲に関してはこちら、ファンになって10年、間もなく11年さんからも来てますが、うん、スタレビだけの演奏にまみれたいという煩悩が満たされました、うん、公演まで2回のセットリスト変更ありましたが、うん、落選した曲はどういった理由で外れたんでしょうかと、あとはこの目白ちゃんなんかはね、予習したい派だからセットリが出てすぐにプレイリストを作りましたっていうね、うん、素晴らしいですよね、これでプレイ、ね、そう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 、だから久しぶりに、アルバムの曲なんかも聞いてね、また新たな気づきがありました、こうプレイリストで今も楽しんでるって書いてあったよね、その人ね、うん、そうなんですよ、すごい、あとやっぱこうね、このファンになって10年、間もなく11年さんは108曲っていうのはほんの一部ですよね、40年間の楽曲全部で何曲あるんでしょう、そして2500回以上のライブで一度も演奏してない曲っていうのはあるんでしょうか、結構ありますね、あります ね、 あますね、うん、今回選ばれた曲と、まあ、選ばれなかった曲っていう質問ですけどうん、まずセットリストの話からすると分かる、はい、まあ、公開したことによって、うん、みんなが休憩しやすくなったりますね、一番ありましたよね、はい、ただもうみんなその見る見ないが自由だったから、そういう意味ではよかったね、バーンと公開しちゃってさあ見ろみたいなのだったら嫌がる人もいたし、ね、6時間あるんだったら少し、どんな曲やるか教えてくれよっていう意味ではすごく有効だったと思うしね、うん、であとね、亡くなった曲とかはね、うん、リハやってね流れが悪かったりとか、あで一番悩んだのは、ね、ヘブンのところ、うん
平凡どこ置いても置き場所ね、うん、重たすぎて平凡ちょっとなやったら終わっちゃう感じがね。でも、うん、あの失敗だとおっしゃってましたけど、あれあそこにあってなんかすごい良かった。みんなねじーんとしてくれたの。そうなんです、なんかちょっと違う雰囲気になりました。良かったですよ。あとねワンモアタイムがなくなったっていうのが聞きましたね。そのチャールさんが、ね、あの聞けると思ってたんでちょっぴり残念。これはね、あの実は大阪を中心に撮った、B マイレイディっていう、プロモーションビデオ、ミュージックビデオがあったんですね、うん、これを大阪で見せない手はないだろうということで、あえて、まあ、大阪向きに作ったというのが真相なんです、うん、だから、ワンモアタイムが弾かれちゃったというかね、うん、いう設定です。まあどっちでもよかったんですけど、ここは老化現象をみんなで見ようっていうところだったん で, で、ね、できればねそこにファンの方も映ってる、埼玉、あのちょうど僕らが、89年、初めて大阪で万博野外だよね、そうですね、お祭り広場か、そこでやった大きなコンサートだったんで、はい、そこに、皆さんお客さんも映ってるし、もしかしたら会場に来てくれる方で、あそこに映ってる方もいらっしゃるかもしれないっていうのがあったんで、あのスタッフからこっち の, あの映像にしましょうよっていうので、まあ、変えたっていうのが、ね、はい、真相ですね、うんうん、その他あと、まあ、リハーサル中には随分入れ替えましたね。そうですね、うん、入れ替わったんですか結構、うん、リハーサル中曲順はもう毎回やるリハやるたびにここちょっとかなっていうのは毎回、ね、毎回変わってたね、うん、そうですね、うん、だからまあそういう意味じゃね、僕らも初めての経験だったから、しかも埼玉も大阪も違う曲やるということで、まあ、あのなんとなく流れさえ把握してしまえば、なんとなく自分としてもあの納得できるものが作れるんじゃないかなと思った。だからね、あの正直言えば大阪城時にはものすごい気持ちが楽だった。自分でこういう大体のストーリー仕立てのものができるわけ、頭の中にストーリーを見つけられるわけね、うん、でまだリハの時にはそれがないから、リハじゃねえ、埼玉のスーパーアリーナやる前はで、あれをやるとよし、こういう流れでいけるんだっていうのがあったから、うん、まあみんなそうだよね、大阪の方は経験値があるのとないので全然違ったかな。そう、時間の経過もあこういうことだったねっていう一回やってるみたいな、はいはい、だけどあの皆さんもメールくださったけど、あの一部はまあなんとなくいつもの通りやってるんだけど、後半戦2部が始まってから早いんだよ、あ、うん、あともうあと何曲で終わる、あと何曲で終わるっていうね、うん、すぐだった ね, ね後半戦で、うんうん、まあ、特にまた頭がアカペラだったっていうのもあったからね、うんうん、ちょっとそこから6、7曲はデベソンのコーナーで、そういえばあのデベソンのコーナーの皆さんが珍しく両耳モニターだったっていうのはスコッティさんね、客席側撮影カメラからの眺望を考えて、またセンターステージ花道があったからモニターを両耳にしてたんでしょうかっていうのがあったの、うん、そう、これはね、うん、まさにステージでいる時はみんなの音が普通に聞こえてくるんだけど、うん、センターステージ行くと皆さんが聞いてる音も僕ら聞こえてくるわけ、うん、ね、あのいわゆる PA というやつが、そうするとね時差があるのよ、あの誰か、映像と聞こえてくる音の時差が気になったっていう人もいたけどね、そういう時差ができちゃうの。でそれが音に返ってくると演奏できなくなる。で両耳に自分たちの音をちゃんと返さないと演奏できないんだけど、それでも大変だったね。大変だったね。アカペラは特に聞こえてきちゃうんですよね、うん、そうそう、どうしても、うん、どっちが本当だっていうのが、ね、そう、時々分かんなくなるね。ドンワン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 って聞こえてくるわけだから、そう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 、これはあれは慣れだろうね、うん、きっとね、うん、そうだね、あの普段ああいうことをやってる人たちはまたそれで慣れるのかもしれないけどね、というのもありましたね、うん、じゃあもう一曲いきますか。じゃあ坊さん、はい、大阪の、最後 の, 全員で、ソロをやったというね、すごい良かったと思う。還暦少年を言いたいと思います。
ラビメンバー全員でお届けしていますナックファイブナックでロック。坊さんのリクエストで還暦少年をお送りしました。はい、坊さんがメンバー全員でやったって言ってたのが分かんないと思うんですけど、感想をね、そうなんです、あの本セクションと全員でフレーズを弾いて、うん、もうねあの時のねノリがね、うん、またあの本セクションと高谷君の入り方がですね実に絶妙で、僕らのと同じ気持ちであの感想をやってくれたんですよ。でああいう感想って普通は誰か一人ピックアップされてる、全員で同じフレーズをみんなでうわーって、あれは大迫力だな、そんなすごい迫力でした、うん、なんかまた違う還暦少年生まれたと思って、ね、あれもたまたまこれここみんなでやろうって言って、じゃあフレーズ教えてくださいってね、あの直前に決めただけだから、直前ですね、すごい器用ですね皆様。もうねあのね結構ね、スターダストレビュー初めて配信で見たとかね、うん、この6時間は周年ライブ初めてだったっていう方が結構いらっしゃって、うん、ラジオネームまさみさんは、埼玉と大阪両方行ったんですけども、私は二人目と出会ったのが、2018年のナックファイブのイベント、スリードッグナイト、あれで僕らのことを気に入ってくれたらしいんですけど、はい、それで埼玉と大阪とね、はい、両方行こうっていう、ね、この人の思い入れすごいよね、予習も兼ねて35周年の映像を見てからそんな雰囲気になるのかなと想像は、膨らませて参加しましたが、はい、その想像をはるかに超えるものでした。夢でも見ていたのかと錯覚してしまうほど幸せな余韻がものすごく、煩悩ライブで感じ得た幸福感は言葉にはならないほどのものです凄まじいこと書いてあるよこれ、ありがたいね、とかね、あとねこちらねお日様が大好きな飛魚さんはですね、こちらは配信で両方見てくれた、うん、この配信で2つ見るっていうのもすごい話だよだって、うん、ね、私はスタレビのことを知って約1年ほどの超初心者なんです。はいはい1年、はい、聞いたことのある曲は35周年のベストアルバムに収録された20曲程度、うん、埼玉のライブを見て あまり曲を知らなくても楽しめたら大阪の配信チケットも買ってみようかなと思っていたんです、うん、結果想像以上に素晴らしいライブで、埼玉のライブが終わった直後に大阪の配信チケットも購入しましたおこれは深みにはまったなと実感しますはまりましたね、ありがとうございますでね、なんかあの僕らはね、あのそれこそ、もう一枚ちょっとあのお名前分かんなくなっちゃったけど、はい、うん、自分がしばらく空いてた時期があったと、うん、で今回ので戻ってきたっていうので、うん、私はこんなにスタレビと離れたことを悔やんだことはなかったっていうのもあったけど、うん、そんなメッセージもありましたね、みんないろんな時期に、うん、あの出会ってくださるんだと思うんですよ、うん、で特にあと最近あの曲の歌詞が染みるとかね、うん、そういうのをいっぱいもらうと、今出会うべくして出会ってくれて、しかも出会うべくしてその曲を感じてくれたんだと思うんだよね、曲の出会いはいろいろですから、まあ今はね何のかんの言ったって僕らにこうやって出会ってくれてるってことだけで十分ありがたいしね。2歳からスタレビファンの方もいらっしゃいますね。どういう2歳からスタレビファンだけど、妻恋の時になんか10歳だったから行けなかったと、熱中症になるからって言って、ね、で今回はもう30歳過ぎて、うん、妻やお子さんたちがいってらっしゃいって言ってくれて、男性の方だ、男性ですよ、です、ね、すごいですよね、はい、あの心よく背中を押してくれた家族本当にありがとうございました。こんな素晴らしいライブを開催してくれたスタレビチームの皆さんありがとうございました。すごいよね、まあ僕らは他の人がやらないようなライブをねあえてお客さんとやったわけで、お客さんとやったってことはお客さんと一緒に作ったわけだから、これがなんかあの幸せ感を呼んだんだろうな。皆さんおそらく参加したっていうよりもこのライブ煩悩ライブを作ったっていう、ね、感じで、しかもなんか煩悩っていうお互いが共通する、うん、あの同じ持ってるもので、しかもそれがいいとか悪いとかじゃなくて人間の心の中にあるものっていうのをテーマにしたのも、まあ手前味噌ですけど良かったのかなっていうね、入り込みやすかった、ね、うん、なんじゃそりゃですけどなんじゃそりゃですけど入ってみたらあなるほどねっていうさ、いうね、今回だからライブね、まあ、あのさっきの配信の方なんかは配信だけで見たんで次はライブ会場に行きたいっていうね、うん、あそう、でも配信見るったってさ、うん、7時間もさ、いやそうね、だからみんなあのあれですよ、何回に分けて
ね、配信はそれはできるからね。あ、そうだね、お休みしながら見たりとかね、ながらで、なるほど、もうありがたいことですけど、もうあれでしょう、実際にこんなに反響あると思わなかったもんね。そうだね、あのこんなに皆さんが喜んでくれるとは思わなかった。これはもうなんか年中模索のツアーからボンドライブみんな結構本当に頑張ったけど、うん、頑張った甲斐があったね。ありました、ありました、ほらね、で胸文句言わずに付き合ってくれたスタッフ、こうしようああしようっていうのを全部ね聞き入れてくれて、もう素晴らしいですよ、うちのスタッフは本当に。なんかね、ああいう人たち巡り合えたことも、幸せなことだなと思いますけどね。ですね、はい、さあじゃあもう一曲ということで、今度はね、大阪城ホールで後半にやったジェントリーウィープス、これは先週は春キャベツという、ね、曲を流しましたけど、この大阪と埼玉は全部曲がついになってるんですね、うんうんうん、あの長いことやってると似たような曲ができるんですよ、うん、これどっちだっけなって思う時それそれを振り分けたらありますよね、それを振り分けたらちゃんと新鮮に聞こえるんですよ、ね、これもし2曲続けちゃったらまた同じ曲やってるっていうか、リハで違う曲歌っちゃうことありますもんねそれを両方に振り分けて、まあ春キャベツとジェントリーウィープスは実際にはあのついにはなってないんだけど、まあ思い出という意味では両方ね、あのツイートして扱ってもいいかなと思ってね、僕は僕なりに両日ともその、今のね日本世界、そしてお客さんともうね、どうやったらみんなが笑顔になれるんだろうかって、そんな思いを込めて歌いましたけどね、はい、ということでじゃあ大阪城で、歌いました、ライブで今日お聞かせしたいと思います。ジェントリーウィープス、優しい音、憧れも夢も挫折もあった。どんな時だって離れずに大切に守ってたんだ。溢れる愛の中で正しい幸せになるために生まれてきたのだから、傷つきながら
溢れる愛の中で正しい幸せになるために、生まれてきたのだ。ファイブナックでロック、7月11日大阪城ホールで行われましたライブテイクでお送りしました、ジェントリーリープス。はい、ありがとうございます。僕はこの大阪城のね、最後に本当に頭下げ終わった後にね、引っ込む時にあっと思ってマイクの前に行ってね、そう遠くないうちにツアー始めるよっていうことだけ言い残しました、うん、でもうすぐに発表になりましたけど10月からということでね、はい、このツアーの内容は今語れるようなものは何もありません、うん、あるんだけどいや本当にでも思った以上に早くお知らせいただいた。今のところ構想がたくさんあって、どれが形になるか分かんないんですけど、ただまあ長いことやろうっていうのがあるんです。もうね、おそらくスタートアップレビューがツアーに出られるのってそう何回もないでしょう、きっと。あと仮に10年やれるとして、僕らのツアーは1年ちょっとずつやってるわけだから、そのにここのあとアルバムもまたね作んなきゃいけないとか考えていくと、そうだね、まああと10ツアーはできないんじゃない、まあ簡単に数えていくと数えていくとちょっと厳しいかな、ね、でしかも、いやいやいや、できるだけ1個作ったら長く回りたい、うん、ああなおさらですね、ある、うん、だから今回は、うん、まあ1年以上また回ろうと思ってて、いけないところもね、その中に特にコロナ禍で見られなかったっていう問い合わせも多かったしね、うん、でまあじゃあ10月からみんな普通に行けるかっていうと、これまた今もまた微妙な状態、ね、第7波がなんたらかんたらって話になってからね、 でまあ、今は昔よりも世界中がコロナに対しての知恵はついてるんで、うん、まあ昔ほどの警戒心はいらないだろうというところからね、まあ回りますけど、ただ今までやってきたスタートストリーム、例えば昼時ライブとかさ、うん、あと行ったことない家に、あ、家にじゃないよ、街に行くことも、それからあとアコースティックセットとの両方で回るとかね、行けない街は、そういうことをしながら、なんか全部のスタートストリビューをボーンと見せられたらいいのかなみたいなこと。あとまあね、今回この108曲やってきたんで、曲はもう余るほどあるっていうかね、ただこれに新曲ができるのかどうかっていう話ですよね。アルバムを作るのか、シングル作るのか、これは、神のみぞ知る。でもやってない曲もね、たくさんあるってさっきもねおっしゃってたし、まだ聴きたい曲も前、ね、うん、まあこれだけやったらあれですよね、また例によって日替わりオンパレードでツアー行くんで、そこだけは皆さんにも覚悟していただく覚悟が必要な、かなりの日替わりオンパレードの、ね、中で次なるツアーの構想をね練りながら、ただそれをアルバムのツアーなのか新しいものなしで回ろうとしてるのかは僕らもちょっとよく分かってないんで、今後のミーティングで、今後ね、うん、今お休み期間なんですよ、です、ね、今日はお休み期間皆さん来ていただいて本当ありがとうございます。何を言ってるしてるじゃないですか、今日もあってね、レギュラーはちゃんとやってますからだからまあ今そんなお休みの時にあれこれ考えてもしょうがない、まあ、だから10月から始まるっていうことだけは決まってるんで、はい、もう日程出ちゃってますからね、面白いよね、新しいドラムセットになりますからね、はい、ね、そう、僕も、もう楽しみでしょうがないです、ガットモデルティーブガットモデルですよこれは垣間さん、なんか新しいものは出てくるんですか、ね、今んとこは出てないですね今んところ今んところは現状で、やらさせていただきます、はい、現状で坊さんなんかありますか、いややっぱでもね、スーパーアリーナとかで経験させていただいたことを次のツアーで生かしたいなと思います、はい、はいはい、まあ、ということでね、うん、とにかく10月から回るってことだけは決まってるんですね、タイトルも決まってないで発表するってすごいないですよね、こんなバンド、どうだろう、そうかな、だって何ツアーっていうの、何ツアー、何ツアーどころかどこまでやるかも分かんないそうなんだよ、途中経過みたいなの出てましたね、1、2ヶ月分が決まったから回りますよ入り口だけ決まっててさいやでもファンにとって嬉しいです、あ、もうこんなやつやってくれるんだって言って、まあ何をやるかはね、うん、もう正直、あ、
こいつら40年で終わったなっていうツアーになるかもしれない何これっていうのでさ、残りかす感はどうなのみたいなツアーになるか分かんないけど、まあね、僕らまだまだスタートする日を楽しんでいこうと思っておりますので、はい、次のツアーもぜひ楽しんでいただけたらと思います。はい、はい、ちなみに、今日はもうそろそろお別れのお時間でございますけど、来週は馬場俊英君が、うん、ババ君ゲストに、ね、来てくれますね。馬場君 Q&A というですね、うん、新しいアルバムも出てますけど、こちらもね、またね、語ってくれると思いますので、はい、来週のこの番組もお楽しみに、はい、ということで、先週今週とね、はい、一緒にわたってスターダストレビュー40周年煩悩ツアーのね、内容を細かく濃く語らせていただきました、はい、というところで、お相手はスターダストレビュー根本かなむと、ベースの柿沼と、ドラムの寺田と、パーカッションの坊林と、そして久保田由美でした。はい、ナックデロック、今夜もお付き合いありがとう。来週までお元気で、バイバイ。